こんにちは、バイクジャーナリストの小林幸です。今日はですね、こちらホンダのニューモデルジャイロ E、 こちらをですねインプレしていきますけれどもですね、このジャイロ E、 E がついていることから分かるように電動の二輪車となっております。でこちら電動の二輪車、そして、ジャイロですから後ろ側が二輪の三輪原付となっております。出力的には 50cc の、いわゆる原付免許で乗れるサイズとなっております。さてですね、もう BBB といえばおなじみ、もうインプレの前にですね、もうまずは足つきをインプレしていきたいと思うんですけれども、ジャイロですね、もともとコンパクトなのにいっぱい荷物が積めるよというものになっていて、今ですね目の前にしてもやはり全体的には、いわゆる原付としてはもちろん長いんですけれども、この前回りですね、前回りはベンリーとですねほぼ共通のものとなりましたので、だいぶですねコンパクト小柄な雰囲気になったかなと思います。そして、私のようにですね短足族、族はですね群れる方の族ではございません、生物学的な、属する方の族ですけれども、私身長が今160センチ、そして縮みました、手足が4センチずつ短いという短足族なんですが、おそらくそちらからですね、ギリちょっとまた下がもしかしたら見えるかもというぐらいのこのシート高になっています。スペック的には710ミリということで、私のまた下はですね多分690とかだと思うんですけれども、はい、なので、もうですねこの小柄な方でもですね安心してまたがれるかなと思います。一応前に回りましょうね。こんな感じになっております。はい、なのでちょっと横に行ったらもうこのままこの膝曲げて腰掛けられるかなっていうぐらいの低さになってるんですけれども、ただですねジャイロなんで後ろ二輪ということはこの後ろ側の幅もですねそこそこありまして、シートは随分ですね 50cc にしてみれば随分立派な大きさがあるかなと思います。これだからね逆長距離楽ちんそうだなと思うんですけど、なかなかね長距離、しかも E なんで、航続距離もありますんでそこまで長距離はねなかなか難しいんですけれども、はい、では早速なんですがまたがっていきたいと思います。こちらジャイロ E なんですが、ジャイロなのでサイドスタンドはございません、あらかじめ言っておきます。なので普通に左側から、乗り込んでみましょうね。はい、ハンドルはですねバーハンドになりまして、普通のモーターサイクルぐらいのね結構ね普通の幅があります。はい、そして横に並ぶとステップのこのフロアの広さ、そしてフラットな感じ、いいですね。もう乗るのすごい楽ちんです。もう足上げてそのまま横にスライドさせればちょっとね私足大きいので、はい、足のサイズだけは大きいです。 24.5 あります。はい、もうこのまま普通に体を横にスライドさせれば、はい、またがれます。で、今ですね私真ん中に座りました。で座った瞬間にもうですねフロントがちょっとねシュンとね、沈み込むような感じになってますけれども、で今真ん中にまたがった感じは膝が完全に曲がっています。でかかとが若干上がってますけれどもね、でももうちょっと足が長い人、あるいは、この太もも周りが細い人とかは完全に着地するんではないかなと思います。はい、ハンドル位置とかはですねそうですね、いろんな原付ありますけれども、意外と低いところに構えてるんだなっていう印象があります。はい、そして、今ですね直立してるんですけれども、これねジャイロなんで、はい、フロント周りがしっかりロックできるような構造になってるんですね。なのでこのままなんと足を上げても倒れません。はい、倒れません。そして、一応踏み替え的なことやってみましょうかね。両足をつけると、私の足の長さではちょっとこうかかとは浮いてしまうんですけれども、ちょっと前にね座れば
完全に着地するし、それから膝も曲がっています。で後ろ側この広い座面がですねこの三角形になってるんですけども、後ろ側にちょっと座り直すとつま先立ちにはなります。はい、で踏み替えるともうしっかりねあのかかとギリ、私の場合はですねギリしっかりつくかつかないかぐらいの位置関係になっております。はい、で今ですねこのパーキングブレーキでこのフロントが倒れないようになってるんですけども、これ外すとどうなるか、外すと、はい、これロックが外れました。しかしジャイロなんでこのまま倒れちゃうってことはないんですよね。倒れないんですね。これはやっぱり後ろ二輪の特徴でもありますね。はい、まあ、倒れてるんですけど、倒れてはいるんですが、あの完全にゴロンといかないっていうことですね。はい、なので、停車させるときは駐車させるときはこのパーキングブレーキを引くとこのようにもう倒れないようになっているということになります。はい、ということで足つきチェックを一応やりました。それではジャイロ E、今からですね取り回しをチェックしていきたいと思います。エンジンジャイロもですね、エンジン動力を持った、前のモデルもですね実は先日ちょっと取り回しをやってみました。どの辺が違うのか映像でご確認ください。ということで今ですね直立していますけれども、まずパーキングを下ろします。そしてこの前回りフリーにさせるんですけれども、もうじゃあもういきなりねあのハンドル切って曲がっていきましょう。この左にまずはロックをさせるとこんな感じ、まあ普通の原付きなんですけど、意外とですねフロントタイヤよりも自分の位置は後ろにいる感じですね。ただ普通のねあの原付スクーターよりはだいぶこのホイールベースが長いので、このまま押せるのかな、せーの力の入れどころが難しい、よいしょしかもめちゃくちゃ小回りするだいぶですね自分が後ろにいないと前に押せない感じですね。そして今バイクから離れてバイクはなるべく直立させて曲げてるんですけれども、よいしょ、重心位置かなり後ろにいないといけない。でこれをもっとですね、せっかくの踏まれたリアタイヤに足を踏まれました、いた、これをもうすごい寝かしてちっちゃく回るどうなんですか、めちゃくちゃちっちゃく回りますけど、力はめちゃくちゃ入れます。あれよ、ここ若干傾斜が、なんだこれは、まああんまりこういう場面もないとは思うんですが、あ、こんすごいわかります、ね、今私あのシートの後ろ側荷台との間にお尻を差し込みしておりますけれども、はいこんな感じでめちゃくちゃ小回りはします。そして、今度右に切ってくるくる回ろうと思うんですけど、この方がね多分楽でしょうし、日常よく使う動作かもしれませんが、あれおめちゃくちゃちっちゃく回ってますね。おお、そしてあのこのジャイロなんですけども、車重が141キロかな、まあ、装備重量なのでスクーターとしてはもちろん原付としては重いんですが、なんかすごい軽いバイクみたいです。もう向こう側に行っちゃっても何の心配もない感じで、今小回りをさせています。はい、右回りはもうなんか自分の重心位置もですね分かりやすいですね。はい、そしてじゃあ今度バッ
ックですね。バックの動作はどうか。左に切ってちょっとくるくる回る。あ、もうバックは楽楽、すごい楽。このシートにですね、お尻がこう乗っかった状態で、このあ、もう超楽ちん。今左に切ってバックしましたが、今度右に切ってバックをするとどうか。右に切ってバックを、あ、これも楽ちんですね。やっぱり自分がちょっと後ろ側に、いてちょうどいいバランスって感じです。はい、なんで、ね、もうこのめちゃくちゃ寄せたい時とかに、この割と一発で寄せる、こんなに寄っちゃうんですよ10列、あ、ぶつかるみたいな思いのほか曲がってしまうので、見切りがちょっと今失敗しました。はいはい、こんな感じでね、なんかサイドスタンドもセンタースタンドもないっていうのが、あんまりジャイロに乗ったことがないので慣れないんですが、じゃあもう一つですね、実はこのジャイロリバースができるんですね。これはもう電動ならではなんですけれども、でリバースはこの、セルボタンって言わないのかな、電動なので、何でしょう、スイッチボタンというんでしょうか、スタートボタンかな、まずイグニションオンにします。そして、リバースはこのスイッチ、スタートボタンと、それから左側にリバースのボタンがありまして、これを療養させる、お、あ、お、どっちが先かな、左を握って右で動作させ、おお、もう一回前、今これね、あのモーターで進んでいます。はい、で止まって、で左側のこの指のスイッチで、メーターにリバースのマークがオレンジ色がつきますので、ついた段階で、右のこのスタートボタンを押すと下がる。これ荷物すごく重い時にとっても便利ですね。はい、ということでリバースボタンもやってみました。これはなかなか、あの荷物ね、運ぶ業務の方は便利だと思います。